皆さんこんにちは。女優の片山ひとみです。今日は世界中で感動を呼んでいる神との対話シリーズの中から小さな魂と太陽という物語をご紹介します。このシリーズ本は全部で10冊。著者はアメリカのニール・ドナルド・ウォルシュさんです。このシリーズ本はニューヨーク・タイムズのベストセラーリストで長期間ランクインし、 世界37カ国語に翻訳され世界中で1000万人以上の読者がいますこの本は宗教ではありませんこの中の神様とはみんな持っている命のことですこの本の中では本当の自分とは何か人生の目的とは人生の光と闇について 許しについてなど、詳しく書かれています。この本は私にとってとても役に立つ本です。この本で書かれていることを日々実践していくと、とても心が豊かに幸せになります。その中から、この小さな魂と太陽を選んだ理由は、この本に出会ってから、 私自身が救われたんです。この本に出会って私は長い間苦しんでいたトラウマや許せなかった人を許し自分の心を解放することができましたそれによって長い間苦しんでいた心のトラウマを解放し心の奥に眠っている自分自身を取り戻すことができたんです。 同じように、許せないこと、許せない人がトラウマになって傷つき苦しんでいる人にこの物語を届けたいと思いましたこの話を聞いてもらうことで本当のあなたを見つめ直すきっかけになってくれたらとてもうれしく思います 昔々まだ時というものがなかった頃神様の王国で小さな魂は生まれましたそこには数えきれないくらいたくさんの光が輝いて一つの太陽を作っていました光は一つ一つの魂でそれを合わせた大きな太陽が神様です 一つ一つの魂もまた小さな神様でした。小さな魂が神様に言いました。僕が誰だかわかったよ。それは素晴らしいね。で、君は誰僕は光なんだ そうだよ。君は光だよ。わーい <laughs> 小さな魂はとっても幸せでした。なぜなら神様の王国の魂、みんなが知りたがっていたことを知ったのですから。わー、僕たちってなんて幸せなんだろう。 ねえ神様僕自分が誰だか分かったから今度は自分を体験したいな。いいおやおや君はもう光そのものなのにそれを体験したいっていうのかな。だって自分が誰だか知っていることと体験することっていうのは 違うでしょそうかそうかそれも無理はない君は昔から冒険が大好きだったからねでもひとつ困ったことがあるな困ったことってなに 光でないものは何にもない。だって私が作った魂はみんな光なんだからね。でも光の中にいたらどうやって自分が光だってことを感じられるだろうね。 それが問題だ。でもあなたは神様でしょなんか方法考えてよ。大丈夫。もう考えてるよ。光の中にいたら自分は光だってことが感じられないから君を闇で包んであげよう。え 闇闇って何闇ってね、君じゃないものだよ。君とは反対のものだよ。それはね、素晴らしい贈り物なんだよ。だから闇に包まれても。 拳を振り回したり、大声が叫んだり、闇を呪ったりなんてしなくていいんだよ。それよりも闇の中の光になりなさい。そうすれば本当の自分がわかるし、他の人たちにも本当の君が伝わるよ。さあ、光輝いて。 君は特別なんだってことをみんなに知らせてやりなさい。僕は特別なんだって言ってもいいのもちろん。ただし特別だっていうのは人より優れているっていうことじゃないよ。それを忘れないようにみんながそれぞれ 特別なんだから。それを忘れている人たちがたっくさんいるんだよ。そういう人たちは、君が特別でいいんだって見せてあげると、自分も特別でいいんだなって思うようになるよ。わあ <laughs> ねえ、僕は好きなだけ特別になれるんださあ 今すぐ始めよう。君はどんな特別になりたいかなええー、どんなわかんないな光であるっていうことはね、特別なことで、その特別にはいろんな面があるんだよ。特別に親切。特別に人の役に立つ。 特別に想像力がある。特別に我慢強いっていうのもあるな。他にどんな特別が考えられるかなうーんと、特別に強い。特別に明るい。特別にかっこいい。 それから特別に、優しい。うん、いいね。君はいつだって、その全部にもなれるし、その中の一つだけを選ぶこともできる。それが光であるっていうことだよ。僕僕、自分が何になりたいか分かった僕 許しっていう特別になりたいな。ねえ、いいでしょうん。それもとっても特別なことだね。うわぁ、<laughs> 僕は許せる。僕は許せるんだ。 ただし一つ厄介なことがあるな厄介なことって何許す相手がいないんだよいないの私が作った魂たちはみんな光なんだよ。 見てごらんそう言われて小さな魂は大勢の魂に囲まれているのに気がつきました小さな魂が神様と普通ではない対話をしているそう聞いた魂たちはどんなことを話しているのか知りたくてはるばる遠くから神様の王国のあらゆるところからやってきたのです どの魂も美しくて素晴らしくって小さな魂と同じように完璧でしたそんなに素敵な光の魂が集まっているのですからそれはそれは明るくて目もくらむばかりでしたほらね誰を許したらいいんだろう ねえそんなの困るよ僕特別に許すっていう体験がしたかったのにその時小さな魂はこれが悲しみっていうものなのかなと思いましたすると虹色に輝く美しい魂が。 小さな魂の目の前に現れて言いました <laughs> 心配しなくていいわ小さな魂さん私が助けてあげる君が君がどうやって助けてくれるの何かあなたに 許されるようなことをしてあげる君がどうやって次の人生であなたに出会って <laughs> 何かすごくひどいことしてあげる本当にそんなことできるの だって君は、そんなに美しくて完璧な光なのに、悪い人になんてなれるの <laughs> そんなの簡単。だってあなたは愛してるから。え <laughs> そんなに驚くだってあなただって同じことしてくれたじゃない 忘れた私たち何度も何度も一緒に踊ったじゃない永遠を超えてあらゆる時を超えて一緒に踊ったあなたが覚えていないだけ私たちは上昇であり過去右であり左男であり女 被害者であり加害者。みーんなその一部。悲しみがなければ幸せもない。悪い人がいなければいい人もいない。だから私たちは何度も出会って一緒に踊ったの。だからあなたが本当の自分になるために 私も闇に行って悪い人になってあなたにひどいことしてあげるそしたらあなたが「許し」っていう特別を体験できるからでもどんなひどいことをするのそうね <laughs> 私 あなたの特別な天使になる私あなたの特別な愛の贈り物になるのわあ僕を助けてくれるなんて君は本当に特別な 天使だねでも一つだけお願いがあるのうん何でも聞くよ何だって、はあ、僕は許すことができるんだ誰かを許すことができるんだ <laughs> ねえねえねえお返しに僕は何してあげればいいの私があなたを襲ってこの手やこの口で暴力を振るって。 考えつく限りの最低なことをしたときに、そのときに <laughs>、そのときに、本当の私を覚えていてほしいの。うん。忘れないよ。約束する。今ここにいる本当の君を覚えてるって。 約束よだって二人で本当の自分忘れてしまったら闇の中でいつまでも迷子になってしまうんだからねうん約束絶対に忘れない今ここにいるあなたという贈り物 本当にありがとうこうして約束ができました小さい魂と虹色の魂は特別な経験をするためにワクワクしながら神様の王国を離れて 新しい人生へと向かいました小さな魂は許すという特別な体験をするために闇に行きました そこでは自分が光であることを忘れてあらゆる闇を体験することができました。 よし <laughs> 様神様あなたはどうして私を見してたんですか <laughs> 私はあなたを見捨てたことなど一度もないよ。 の中の光になりなさい私はあなたのもとへ天使以外は誰も。 水色のカモシュだ。<laughs> この虹拾う楽しいよ。君だったんだね僕をこんなに苦しめてたのは君だったんだね <僕>は <laughs> 許せる <laughs> 許せる許せる許せよ <laughs> 許せよう体験できるか 許<い> <laughs> せよ。